みなさんこんにちは。お囃子塾第82話にようこそ。今回は長唄しなづる三番叟の続きです。前回は三番叟という曲の生まれた背景、三番叟という名のつく曲がたくさんあり、それがお祝儀曲であること、ひなづるという題名の由来、これが女ぶりで踊られることが多いことなどをお話ししました。これは天才から救ってくださった神々への奉納曲であり、翁潜在では天が太平、国土安穏を祈り、三番叟は五穀豊穣を祈願するものだと言われます。この曲は翁潜在の出る前半、三番叟の踊りである後半に分けることができます。今回の動画では、その中でお囃子が最も活躍する後半の三番叟部分に絞り、それをまた3つに分けた最初の部分について、初心者用のお囃子の解説をさせていただきます。三番叟部分の曲の内容。三番叟は農耕の神様ですので、まずは大さえおさえの詩とともに三番叟が舞台に現れ、まずは邪気を払います。あぜ道を作り、地面を踏み鳴らし、お囃子が同じリズムを繰り返すことにより覚醒していきます。最後には三番叟が鈴を振って種まきをイメージし、万物の新しい生命の目覚めを祝い、その後静寂に戻って終わります。三番叟部分の曲の構成。三番叟部分も3つに分けることができます。大川と小鼓による三番叟独特の手組みを使う部分、太鼓地、そしてまた大川と小鼓に戻りますが、今度はチリカラ拍子という三味線の旋律に自由に合わせて打つ拍子となります。今回はその中の1番、三番叟独特の手組みを使う部分の説明です。三番叟の曲に使われる手組み、この曲は能から取り入れられており、その物語とお囃子の手を用いて三味線に乗るようにアレンジされ、色付けがなされてきています。今回はその最も基本となるもみ出し、三番地と三番上げの手について、初心者用の手組みをご紹介します。もみ出し。もみ出しと言われる部分は大さえおさえと歌い、栄えあれ、この豊穣というありがたい状態が続きますようにと神様に感謝すると同時に祈るところから始まります。お囃子の方でご説明しますと、最初のタッポポンポンから始まり、大さえおさえの踊りの三番叟の出の部分の歌から大川が締めるところまでを指します。まず鼓の並び方からご説明します。縦鼓は通常大川の隣に座りますが、三番叟の場合は3人の鼓の中心に座ります。最初に縦鼓がタッポポンポンと打ちますと、他の鼓が加わり、それを2度繰り返します。全部で3セットです。よーたポンポンポン、たポンポンポン、よたポンほたポン、そこに大川が攻めかけ、歌が入ります。歌が切れたら大川がちょんちょんすちょんちょんと打ち、それを合図に三味線が始まり、お囃子は三番地に入ります。鼓の三番地はいやーっと
ポンホーポンスポポンで、大川はいやー長長数長数長、これを打ち行き愛の手まで拍子に乗って軽快に打ち進みます。波の声声打つやつず、サンバ上げの手、サンバ字が終わるときに使われる手組み。愛の手の最後は三味線はつてちちてんちんまでで、その先は弾きません。大川と鼓が曲のその部分を終わらせます。タッポンポンチョン、そしてポンポン、いやーた。その先は太鼓寺となりますが、そこからは次回の動画でご紹介させていただきます。このサンバ奏という曲には物語はなく、ただ皆で天の恵みを願います。すべてこの世の生き物の命は太古の昔からつながっています。新しい年にこのサンバジというリズムを繰り返すことにより、気分を高揚させ、生きとし生けるものの命の尊厳を思い起こし、再生と万物の目覚めを感謝し祈ろうとするものだと言われています。最後までご視聴ありがとうございました。ではまたお会いいたしましょう。